ビミアナカスは、カンボジアのアンコール遺跡群のうちアンコールトムの王宮の周壁内にあるクリアン様式のヒンドゥー教寺院であり、天上の寺院、空中の宮殿とも称される。ラージェンド・ラバルマン2世統治時代の10世紀末に建造され、ついでスーリヤワルマン1世の統治時代に完成したとされる。建造の開始については、10世紀初頭のヤショーバルマン1世の時代に着手されたとする説もある。ピミアナカスは5カ所の塔門のある東西600メートル、南北250メートルの周壁に囲まれた王宮の中央に位置し、そこに居住した歴代の王が儀式を行うための寺院であった。東西35メートル、南北28メートルのピミアナカスは3層構造であり、須弥山を象徴する。ラテライトの基壇において、1層目は水面、2層目は地面、3層目は天空を表現しており、その四面には最上段に至る階段を備える。3層ピラミッド構造のヒンドゥー教寺院の最上段は砂岩の回廊に囲まれるが、これは装飾的な疑似回廊であり、その中心に一基の灯道がある。周東ル館が記した神道風土記によれば、塔はかつて金色の尖塔に覆われていた。ピミアナカスのナーガ伝説によると、王は塔の中にいるナーガが姿を変えたという女性と、夜ごと王政を過ごし、その間、女王さえ立ち入ることは許されなかった。2度目の時にだけ、王は女王と宮殿に戻った。もしクメールの最高種であるナーガが夜に姿を現さなければ、王の余命は幾ばくもなく、王が姿を見せなければ、災難が王の土地を襲うであろうとされた。ありがとうございます。